Welcome back to Let's Play Atelier-Lulu, and my name is Karsten. What say we see some endings? This, I believe, is true ending, so I guess we have everything now. But let's just go through them, shall we? フィクス。 彼と知り合ったルルアはフィクスの正体を知り、彼の思いを受け止めます。そんなルルアとフィクスは共に手品師として旅に出ることにしたのでした。それは各地の有望な目を探し、守り、成長を見届ける旅。今日も街角では二人の手品ショーが開かれます。ハハハハハ、とくとご覧あれ。この私フィクスとルルアのウルトラスーパー手品ショー。まず最初の演目はこちら。3、2、1。種も仕掛けもございます。今のはただの手品。しかし今からお見せするのは手品を超えた手品。はい、種も仕掛けもない錬金マジックです。それでは参りましょう。演じるのはエルメルリア・フリクセル。演目は人体切断真っ二つショー。え、ちょっとフィクスさん、打ち合わせと違うんですけど。あれ、そうだったかな。まあ大丈夫さ、なんとかなるなる。ならない、それはさすがにならないです。まあまあ試してみようじゃないか。3、2。え、ちょっと待って、本当に待って、ストップストップ。 Okay then. We're just gonna keep saving over this one and, ルルアのアトリエ、アーランドの錬金術師4。 Actually take a quick look. Well, we'll see after we get all of the endings. We have all those.
That much of it is the same, so the change isn't until after the credits roll, it looks like. At least on these endings.最強を追い求め、各地を旅する若きアーランドの剣士、オーレル。ルルアは最強を求める彼と共に修行の旅へと出ることにします。素直ではないオーレルと能天気なルルア。二人の旅は口喧嘩が絶えません。しかし内心では二人ともそれを楽しんでいるようで。だから握り方が違うと何度言ったらわかるんだ。合ってるでしょ。こうじゃん、こう。いや、間違ってる。ほら見てみろ、こうだ、こう。こう握らないと振った時に剣の勢いがそがれる。ちゃんと威力が剣に伝わらないんだ。あ、難しいよ。私錬金術師だよ。別に剣が使えなくても。お前が教えろって言ったんじゃないか。ほらもう一回握ってみろ。あ、こう。そのままここをこうだ。オーレル、そのって、あ、すまない。いや、うん、別に。これで素振りすればいいんだよね。ああ、その通りだ。ほら、素振り100回。わかった。1、2。Okay. See, next I think is Nico. の大海賊、荒波渡りのニコ。彼はステルクの口利きもあり、新航路開拓船団の団長に就任します。ニコと意気投合したルルアは共に開拓船団で仕事をすることにします。今日も二人はどこまでも広がる大海原を眺め、船歌を歌うのでした。揺られて揺られてどんぶらこ。
なあ、ご機嫌だな、ルルア。だいぶ海賊に染まってきたじゃねえか。はい、そうですね。とりあえず船酔いはしなくなりました。な、最初の頃はひどかったもんな。ま、成長したってこった。しかし今のところすこぶる調子がいいぜ。そうですね、やっぱりニコさんが選んだルートは正解みたい。ああ、自信はあるが。お、おい、見てみろ、ルルア、あれ。あ、あれって東の大陸？ああ、間違いねえ。よし、安全なルート確保できたな。ですね、おめでとうございます、ニコさん。ああ、よし、宴だ。宴を開くぞ、ルルア。あいやいっさー。まあ、魚でも釣らないと食べるものないですけどね。細かいことは気にすんな。よし、おむかしいっぱい。Well, she's in a different outfit in this one. ルルアのアトリエ。To the female party members. アルムスター育児院で育ち、固い絆で結ばれたルルアとエーファ。エーファはベノンから育児院を受け継ぎ、守っていくことを決めます。ルルアもアトリエを営む傍ら、そんな彼女を支えることに決めたのでした。二人は今日もとても賑やかな日々を過ごしています。二人とも、もう少し手加減を。エファ、今度入ってくる子はどんな子かな。そうだね、きっと優しい子なんじゃないかな。エファいつもそれじゃない。もうちょっとないの。だってうちに来るのはみんな優しい子だもん。そりゃそうだけど、まあいっか、どんな子が来ようとね。うん、私たちの家族なことに変わりはないから。おお、エーファいいこと言う。
じゃあそろそろカレーの準備始めようか。とびっきり美味しいカレー作っちゃおうね。おや。その前に私を助け、ガク。Oh, that's cute. We've got a couple more endings, of course. Did I just overwrite the wrong one? I just stupidly overwrote the wrong one. Well, I guess we will find out if we can get endings on this, if we do continue. Okay, well, I'll be back in a moment. Okay, so the other one I had a couple steps back still had all the endings unlocked, even if we didn't have all the other cutscenes. We'll just have to be a bit more careful where we're saving here. の師匠ピアニャ、彼女には夢がありました。それは錬金術を今以上に広めること。そのために彼女は錬金術を教えているのです。弟子であるルルアも彼女の夢に共感し、ピアニャと一緒に各地を巡ることにしたのです。滅場者のアトリエで開かれる錬金術教室、今日もたくさんの生徒たちがやってきます。先生、ルルア先生、こんな感じでいいんですか？おー、うん、いい調子だね。でも、もうちょっと丁寧にかき混ぜて。お、君、筋がいいね。どう？私の弟子になってみない？やだ。錬金術師って儲からないんでしょ？う。う、し、師匠、反論してください。そんなことはないよ。ちゃんと依頼がこなせれば、一攫千金も夢じゃ。本当？一攫千金できるの？大金持ち？うん、まあ頑張れば金も作れるから。え、錬金術って金を作れるの？すごいすごい！教えて、金の作り方教えて。ねえ、ルルア先生、ピアニャ先生。非常に不純なんですけど、いいんですかね？まあ、錬金術に興味を持ってくれたから、よしとしよう。では君たち、金を作るためにまずは錬金術の基礎を学ぼう。そうだね。じゃあ最初は材料の見極め方から。
Alright, so if we load up this, then we still have all the options here. A few more endings. ルルアの母親ロロナ、そして警備団団長ステルク、二人は何が眠るかわからない東の大陸の調査へと向かうことにしたのです。すべてはアーランドの人々のため、人々の生活をより豊かにするため。二人は慣れ親しんだアーランドを離れようとしていました。から離れちゃいましたね。ああ、そうだな。次に帰ってくるのは何年後になることか。ロロナ君、ルルア君のこと本当に良かったのか？はい、大丈夫です。ルルアちゃんはとっても強い子だから。むしろ私の方がダメですね。ルルアちゃんとずっと一緒にいたい。そうか。では今からでも。いいえ、行きますよ。だってこれはみんなのためだから。私の唯一の取り柄、錬金術を活かせるならどんなことだって頑張ります。それが錬金術師ですからね。そうか。いやはや、いつの間にかたくましくなったものだ。ではそろそろ行くとするか。東の大陸では何が待っているかわからないが。きっと大丈夫です。私とステルクさんが一緒ならね。あ、そうだな。では行きましょう。That endingDidn't even mention Lulua as they talked. Okay. I mean, that's kind of what was going to happen regardless. I mean, they mentioned leaving Lulua behind. I mean, that... Lulua!All right, a few more here. Basically, the two special endings, the curry ending and the, what should be the true ending. Turned off skip on the off chance that these ones, do something different.For the first part. はい。
アルケミリドルをいろんな人と出会っても、いくつもの生き、私はこれだから。カレーを愛し、カレーを極めたルルア。そんな彼女が目指したのは、カレー屋とアトリエの共存。とはいうものの、その素晴らしいカレーの味に多くの客が虜となり、アトリエとしてよりもカレー屋として有名になっているのでした。いらっしゃいませ、ルルアカレーへようこそ。いや、アトリエよね、ここアトリエよね。まあ細かいことは気にしない、カレー屋でもありアトリエでもあるんだから。最近アトリエの依頼が全然来ないから心配してるんだけど。それでも儲かってるからいいでしょ、商売繁盛、よきかなよきかな。というわけでお待たせしました、特製ルルルカレーになります。さあ、愛情がたっぷりこもってますよ、たーんと召し上がれ。Okay. I was expecting it to be a little bit sillier, considering how silly some of the lead up to getting that ending was. ルルアのアトリエ、アーランドの錬金術師4。And one more. あら、お客みたいだね。Wrong one.Trying to skip too fast. Well, we can load things up and do it again. It'll just take a moment. We can't skip this. アーキュリスでアトリエの経営に専念することにしました。実力があり、また仕事熱心な彼女のアトリエはみるみる評判となり、ルルアは今日も忙しい一日を送っているのでした。Okay, let's be more careful about skipping ahead this time. ルルアのアトリエ。
Here we go. Hi. どなたです。アルケミリだ。いろんな人とでも、いくつもの息。私はこれだから。Yeah, it looks like that's still the same. アルケミリドルを手に、さまざまな経験を積んだルルア。彼女の錬金術師としての腕前は、母親であるロロナに迫るほどに成長しました。そんなルルアが選んだ道。それは忘れ物はないよね。ええ、大丈夫なはず。まずどこを目指すの？そうだな。なるべく人が多いところかな。たくさん依頼を受けて、もっともっと錬金術師として成長しないと。そうね、目標は大きく、誰にも負けない錬金術師になるだものね。そうそう、お母さんにも負けないね。そのためにもここで立ち止まっちゃいられない。よし、行くよスティア。人の多そうな場所を目指して出発。ちょっと待って、目的地全然決まってないけど走っていくの？うん、もちろん。大丈夫大丈夫、きっとなんとかなるなる。ひたすらにまっすぐ進むルルアの旅路。彼女がこの先どうなって何をなすのか、それはまた別のお話。Have to say, not tremendously impressed with the endings on this one. I'll just take a quick look here.Okay, looks like we do have all the event stills. All both movies. All the various music.Sure, what these missing ones are. Just to see what it is, go ahead and load this up. See what these hidden pages are. Probably not going to bother going through them, but let's see what they are. Oh my. Trials. Huh.
Interesting. Well, I'm probably not going to bother with that. But I hope you have enjoyed the series. If you have, of course, like, comment, subscribe, all that good stuff. Thanks for watching. And, once I decide what to play next, then we'll start that. For right now, I need to get working on footage from Sand Japan, so look forward to that as well, if it's not already up, which it may be by the time this video actually goes up. Thanks for watching.